時刻は11時45分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減に旋回です。続々メールいただくんですが、嬉しいね。これはオープニング、あっこさんがお任せで、うん、いつも通りのオープニング戻そうということですが、はい、過去に1回だけ、うん、あのドアを開けるのを忘れたっていうスタッフさんがいませんか。開かなかったの。開かなかった。あれ手動なんですよ、はい、手動じゃないの。あ、そうなんですね。そうなんですよ。それを開かなかったからどうしていいか分かんなくて、私も、あとか言ってたあったんですね。すごいですね。ありがたいな、よく覚えてらっしゃる。確かアッコさんその時に、はい、力ずくで開けて出てきましたよね一緒にね。そうかっこ悪いと思わない？この引き戸みたいにして開けんだよ。押したり引いたりじゃない、引き戸みたい、両方で開けるからさ。で、今考え、気づいたわ。明日言うてやろう。ミネ何もしなかった。ミネ何もしなかった。明日言うたろう。今思い出した。本当に。なあ、唐揚げ定食さんのメールがまさか明日の言うたろうミネさんにという。いやいや、ありました、そういうの、本当に。なるほどね。唐揚げ定食さんは、いや、あの時の開けられなかったスタッフさんは、はい、まあ厳密にはね、スタッフさんが開けなかったわけじゃないんですけど、はい、唐揚げ定食さん曰く、うん、番組終わった後殴られて首が一回転したんでしょうね。なんでやんテレビ見すぎですね。アッコさんに詳しすぎますね。ねえ、テレビ見すぎ。それはあの必殺でのアッコさんのね、はい、ですね、はいはい。あとはラジオネームダオダオさんです。ダオダオさん、ダオダオさん、はい、豊島区の女性の方なんですけれども、はい、今息子が大学受験の真っ最中で、今日は少し遠いところへ受験のために出かけておりますと、うん、なんとなく心配しながら過ごしている中で、うん、今日の1曲目でかかった曲、実は初めて聞いたんですけれど、はい、とても素敵な曲ですね。ありがとうございます。作曲された森田浩一さんもやはり素晴らしいと、はい、いい気持ちになってラジオ聞いております。ありがとうございます。ね、やっぱりあれですね、あの、私は子供持ってないからあれですけど、うちのあの、スタイリストさんも、はい、息子さんが大学受験で、で、何にも聞いてないのに、あの、二つ受かりました。ただ、あの、本命がまだなんで、って言って、そんなにやっぱ親って、なんか自分のこと以上なのかもしれないですね。でご飯でも行こうかって、うん、いや、あの息子のお弁当と夕飯があるんでってから大変だねっていうのがあったんだけど、ね、カッキーも自分の中で、まして沖縄にいて、なんていうの、東京へ出てきて、東京へ出てきて48分厳守なんですけど、まあお話の方がいいよね。そうですね。いや沖縄か、はい、いや曲言わなきゃ。いや、そうです、大丈夫です。これ曲名とか言うとさ、うん、なんかね、その、うん、あの曲と思われますかね、うん、はい、大丈夫です。いや、大きい曲の方がいい。どっちやね。お任せです。そうだね。いい加減旋回だから、もう好きに。あの、わかんないよ。わかんないけど、沖縄に行って、東京の大学に、早稲田希望したわけでしょ。はいはい、そういうのって、親はどういう、あ、僕、だから、沖縄には大学あるでしょ？琉球大学とかあるでしょ？沖縄本島のには大学あるんですけど、あ、本島っていうのか、宮古島には大学ないんですよ。うん、で、まあ沖縄、東京、それこそ沖縄の飛び越えて東京を初めて受けるんで、うんうん、僕の時は、うん、やっぱ親がついてきましたね、やっぱり。東京、まあ、だからもう旅行みたいなもんなんですよ。あ、旅行みたいなのもついでに観光して帰る、はい、もう、まあ、母と二人だけでしたけど、うん、東京の宿を取って、二人でそこに泊まり、うん、試験の当日。え、学期はその時初めて東京来たの？いや、何度目かでしたね。家族旅行では東京に来たことはあったんですけど。あ、それなのにお母さんついてきたの？そうでしたね。だからやっぱり、家族で行動はしても、うん、自分一人で東京に行ったことがないから、まあ、一緒に行こうって言って、と言いながら母も、うん、家族旅行以外で東京行ったことない人なんですよ。だから、二人とも、まあ、本当にの、おどおどしながら、羽田に降り立ち、うん、それこそ泊まってるホテルにたどり着くまでも結構ヒヤヒヤしてましたよ。へー。で、ね、大学受験の時にももう本当、それこそ、うん、その、路線図を見ながら、うん、どこの駅で降りてるのか。親ってそうなんだ、うん、子供の受験に。そうですね。だって各期のお父様は学校の先生でしょ。はいはい。
ほっといてもなんか受かりそうな感じするんだ。それは関係ないか、親は親、子供も。いやだから受かる。で1個だけ早稲田だけに絞ったの。僕は推薦入試だったので、とりあえずその段階では1校しか受けない。何を推薦されたの。それで大変難しい質問で、君のどこを推薦したのかっていうとですね、まさか、はいはい、まさか、何です、何ですか、え人柄ですよね、やっぱり大学にね、人柄はいらん申し訳ないけど、大学行ってない、高校もろくに行ってない私が言うけど、不良の私が言うけど、学校にね、人柄入ったら人柄は重要かも。すいません、そうですね、入る前に人柄なんかなんで決めんのよ。僕の推薦は、うん、当時体操、体操運動運動じゃないです。体操の気持ちなんです。タイツ履いてるな、そんな体操ちゃう。なんで中本浩二さん風のトレーニングいやいや、なんですか。ちょうど、うん、自分の高校の3年間の実績を、うん、自分でちゃんと書いて大学に提出してくださいっていう制度が始まって、自己推薦制度っていう制度が始まって2つあるんですよ。学校が推薦してくれる制度と、学校を経由せずに自分で資料を取り寄せて自分の経歴を自分で書いて、かつもちろん学校にお願いしてその3年間の成績も全部つけるんですけど、それを自分で提出するっていうスタイルの、全部自分でやるっていう。それはうまいわな。自分で書くんでしょ。そうです。それはあんたもう得意中の得意じゃない。嘘つきみたいに言うことでしょ。もうだって、そこは言ってない。もう嘘じゃなくて10として 1.5 ぐらいでも君は10にしてしまうもんな。自己評価。それは。それおっしゃる通りです。それはそれで後でそんなもん検証しないわけだから。はい。はい。はあ。でもちろんそこに嘘を書いたら落とされるんですよ。うんうん。ですけど書き方は自由じゃないですか。うん。それこそアコさんの言う通り、うん、その制度が始まって僕2年目で。へえ、ラッキーだね。そう、高校2年生の時にそういう制度があるっていうのを雑誌で見つけた時に、うん、あ、もうこれしかないと思って。へえ。で全部資料集めてて。でも結果一発でじゃあ受かったの。そうですね。じゃあお母さんもお父さんも喜んだでしょう。喜びましたね。いやー、でも今まだまさにね、あの結果待ちしてる。で、また試験とかね、今真っ最中ですね、受けるこの親子、うん、本当に本人もそうだけど親大変ですけど、うん、この時期一回しかないと思って、はい、あの親も変な言い方ですけど一回しかないことやから自分も経験と思って悔いのないように、親子なんだから、ね、なんか一緒に一致団結して一つのチームだと思って、チームですね、はい、ね、チームでした僕で、うん、ダメだったらダメでしょうがない、はい、やらない夜はやって喜怒哀楽を感じた方がいいですね、はい、何にも分からんけど頑張ってください。